どうも、ビデレスパー使っていきたいと思います。はい、本日は東邦学園でセンターフォワード作っていくんですけども、マジシャンズハット、こちらのバッジを初使用やっていこうかなと思っております。こちらはね、オフェンスパワー、テクニックをプラス2ずつ、で、一つだけ限界突破を伸ばせるという形のものでございます。で、特殊の効果としましては、試合時全員絶好調になる。そして果敢なシュートライをバッジが発動したらもらえるのかな。うん、全員に果敢なシュートライつくのかなと思ったんですけども、バッジが発動したらって形だと、かなり東邦学園ではありがたいのかなと思ってます。東邦学園ではね、果敢取れるイベントがないので、ありがたくなっております。では、まず東邦学園でやっていきたいと思います。今日のデッキの方は、新田、若島津、ロナウド。で、マリア、沢田、そしてヒューガ、この6人でいきたいと思っております。ではやっていきましょう。で、アイテムの方はパワードリードマネキンデコを持ち込んでおります。ではやっていきまーす。まずはね、どういう効果であるのか、バッジをしっかりと見ていきたいと思います。まあ、しっかりとね、バッジが発動すれば果敢もらえる。まあ、その確率ならば、星3ついてればね、さすがに、ワンサクセスで1回はバッジは起こってくれると思うので、そこでちょっと確かめていきたいと思ってます。はい、マリア行ってきまーす。はい、こっちね。空中戦ありがとう。空中戦ありがたいですね。エアマスターもらっていく予定なんでね。それはありがたいです。で、ヒューガも進んでまいります。はい、そしてメンタル行くか、休むか、休んでおきます。はい、そしてメンタルにコッツとか来てくれると嬉しいけど、いなかった。はい、行きまーす。はい、ではここからね、しっかりと猛虎練習をやっていきたいと思います。はい、ヒューガ、行きますね。爆発力。で、マジか、いきなりでかいの来ましたね。ありがとう。では、どうしよっかな。これ、増やしたらもうちょっとワンチャンあるけど、まあ、ここはね、このまま行きたいと思います。まだまだ序盤なんで、このまま行きまーす。会いに行った、OK です。で、こいつら銀になりますね。銀になるので、銀になったメンバーがね、メンタルに来てくれて嬉しい。芯を増やしていきたい。はい、OK です。まずは新田の V ワードもらってきまーす。で、オフェンスプラス3なんで、あ、いいね。あ、いいね。いいね。ナイス。いいね。いい感じに来てる、メンタルで。ギガ潰れた。ギガ潰れるのはありがたい。芯を増やしていけるのはありがたいです。で、とりあえずテクニック、振っていきますね。とりあえず60まで振っておきます。で、ここでメンタルいっておきましょう。はい。で、沢田の V ワード。結構序盤いい感じに来てるんじゃないかな。ありがたいですね。はい。何で V ワードもらってきます。いいですね。しっかりと V ワードね、もらっていった方がやっぱ伸びることがサクチャリで判明しましたので、しっかりと V ワードもらってね、はめていきたいと思います。はい。で、ここでメンタル、フィジカル。あー、フィジカルいきてえな。フィジカル、ちょっとヒューガのやつもらっていきたいけどね、これ、ちょっと芯で集めます。すいません。これはメンタルいきます。V ワードの方がいいと思うんですけども、ここは体力、温存しておきます。体力をしっかりと温存しておきましょう。結構大事です。体力は温存しておきたい。はい、いや、俺の責任だ。OK ですね。で、ここで、ギガ増えましたが、芯がまた増えました。はい、これは、違う。これはメンタルですね。メンタルで、芯。で、ここで、V3 発動です。ありがとう。いい感じですね。オッケーオッケー。体力全開でありがたいですね。もう4回踏めてます。セクイチ6回ね、自分は猛虎練習踏めればいいかなと思ってるぐらいなんで、結構ありがたいですね。で、これはキレのある、ハヤブサシュートにしておきます。はい、オッケー。で、オフェンス上げといた方がよかったな、ニッタくんね。ニッタオフェンスか、あれなんだよね。スピードなんだよね。で、スピード練習来ました。ありがたい。いいですね。いいね。今回ちょっとハマってるよ。セクイチハマってる。このままハマってほしい。よろしくお願いします。で、技術を回収しておきますが、まあ、筋力もらえるからね、ここでまた触れますね。この後ね。はい、では行きまーす。はい、ではスピード行きましょう。はい、行きまーす。はい、ナイス。で、こいつらタイに変わりますが、まあまあまあ悪くはない。で、若島津も終わっていきます。いや、パワー振りてぇな。パワー振りたいけど、若島津、ちょっとエアマスもらえないかもしれないな、今回な。ちょっと厳しそうです。少し厳しそう。まあ、しょうがないか。さすがにね、スピードオフェンスって上げてるんで、筋力が足らなすぎる。まあ、とりあえずこれでいきます。はい。そしてメンタル。お、メンタルナイス。メンタルですね。これはメンタルいってきます。はい。芯進めておきましょう。OK でーす。いいよ。いいよ、いいよ。猛虎練習行きまくりだね。ありがたい、ありがたい。あー、V ワード。ヒューがもらいたいけど、これはもうメンタルですね。メンタルいきましょう。はい。OK。いいですね。とりあえず、7回受けてる。で、8回目もいけるはずなんで、ありがたいですね。オッケーナイス。むっちゃセクイチいけました。ありがたい。で、テクニック、フィジカル。あ、これは筋力もらっておきましょう。ね、ロナウドの評価上げたくはございませんが、まあ、これは筋力もらってね、しっかりとパワー上げていきたいな。はい、ではフィジカルいきまーす。はい、オッケーです。で、セクイチ終了。ありがとう。はい。で、セクション。で、4151。はまりました。オッケー。でも、まだバッジが発動してない。バッジ1回は発動してくれよ。
果敢もらいたいんだな。果敢をもらいたい。え、待って、来なかった。来ないか。来ない。あ、これスピード来そうだな。スピード来そうだな。スピード来そうだな。さあ来い、スピード。スピードに取り。来い。来た。ナイス。オッケーオッケー。いや、キラさんでね、V ワードもらえるし、ちょうどよかったですね、これ。これちょうどいい。ちょうどいいの、ありがたいよ。で、ここで、パワー上げといて、スタミナも上げたいが、とりあえずこれスピードいきます。はい、行きましょう。はい。序盤にね、V ワード使わない方がいいんじゃないですかってよく意見もらいます。ですが、まあ、自分的にはね、おー、ナイス。自分的にはね、結構ね、猛虎練習のために V ワード使うのありだと思ってるんですね。うわー、生きてー。でもこれはいけないね。ここはさすがに休めない。さすがに休めないので、一回休んでいきます、チュンガバ。さすがに踏めないか、ごめんなさい。踏めないね。はい、ロナウド進んでいきます。ロナウドな、もうちょっと後で進んでほしいな。はい、で、V、あ、いいね、いいよ。でも、シンが増えるのか。シンね、5がいけてるんですよね。タイ増やしたいな。これ、タイ行きたいな、タイ。どうしよう。いや、でもね、シン増やすか。タイ増やしたい。けど、いいや、シン増やそう。このまま V3、V3 使うか。V3 使います。いいや。V3 使います。いよいよ。で、スピード上げときますね。とりあえずね、うん、まさかの、うん、オフェンス、パワー50でね、若島津が成功したんでね、もうパワー上げないです。とりあえず上げない。まあ、ヒューガのネオタイガーとか直線でドリブル取るときは上げたいけど、まあ、とりあえずこれでいいです。で、ディフェンスいきます。オッケー。いいよ、ヒューガ。ナイス。いいよ、いいよ、猛虎練習。で、V ワードも獲得できている。ナイス、いいよ。かなり猛虎練習ハマってる。ありがたい。で、若島津が終わっていきます。福井で。はい、で、沢田も終わっていきますね。沢田のためにテクニックも上げておきたい感じがする。はい、そしてディフェンス、スピードだな、これ。スピードいきます。メンタルも行きたいな。メンタルも行きたいけども、ミッドフィルダーを変わんないね。はい、ではこれ、スピードいきます。スピードいきましょう。いいね、タイが増えていくのはありがたい。はい、ではスピードいきまーす。はい、オッケーです。はじめにね、まあセク4に入るまでに民衆は稼ぎきるレベルで、うん、言っときたい。まあそう言っとった方が、後々楽になりますんでね、民衆はしっかりと稼いでおきましょう。セク1、セク2で、しっかりと稼いでおく。はい、言います。で、ここで、メンタル、ディフェンス。あー、反町行きたい。反町行きたいけど、これはいいや。メンタル行きます。うん。もうしょうがない。さすがに 29% 踏めない、ここ。で、これメンタル行きます。で、そろそろ芯を増やしていきますね。タイがこれで多分、金徳もらえるもんね。なので、このセクション、あとは芯増やしていきたい。ディフェンス。あー、芯増やすか。増やせるな。増やせるな。はい、ディフェンス行きます。はい、オッケー。で、次一回休もうか。休むかメンタル。休むかメンタルで芯行きたい。てか、まだ果敢が発動してくれないんだが。くれるよね、バッジ。怖いんだけど。まだ来ないもんね。来てほしい。で、スピ、うわぁ。これはちょっと勝負したいなぁ。これはちょっと勝負したいですね。うん。勝負したいところではある。なので、勝負します。で、怪我しにくさも取ります。いいです。はい。では、行ってしまいましょう。これは、もう、33%。67% 怪我しません。そう考えると楽です。じゃあ、待てよ。ちょっと、便所振ろう。ちょっと、便所振ります。ちょいっと、便所振ります。最悪、こう怪我してもね、まだチャンスは全然あると思ってる。まだ大丈夫。まだ大丈夫。はい、行きます。オッケー、ナイス。取ったー。いいねー。いいよー。便所稼げてる。技術も稼いでいきたいけどね。で、ちょっとね、芯が1回踏めたけど、芯があと4回踏まないといけないんだ。なんとかしよう。なんとかするよ。で、次、メンタルにタイとか来てくれると嬉しい。で、ロナウドのプレイ。いやー、ロナウド失敗しそうな感じしかしねえな。ロナウドの依存がわかんねえんだよな、ひたすらな。で、ここでスピード。これは、あ、いきません。いけません。はい、そして、ここで、パワフルか。パワフルっていきましょう。で、ぶっちぎりも取っちゃう。いやー、骸骨欲しいな。これは言っとく。で、マーク外し。はい、とりあえずこれでいきます。で、一回休みましょう。チュンガバ。残念。で、持ってテクニック。うわ、来たー、ナイス。これ来たわ。ナイス。これはナイス。ナイス。めちゃくちゃナイス。いいですね。いいですね。いいですね。このままいきます。いや。どうしよっか。タイが進んでんだよな。タイが進んでるから、それならば、ちょっと経験点あげよっか。うん。筋力の経験点もらいたいんで、経験点あげてみます。新田くん。はい、ありがとう。いいですね。で、技術4。かける？技術4は、はけません。はけません。はけません。よね、はけませんから、これでいきまーす。はい。では、テクニックいきましょう。敏捷がかなり稼げてるのはありがたい。
本当に技術も稼げてるしね、助かります。はい、ナイス。でギガ増える。でもってここ一回休むな。休むですね、とりあえず休むよね。休むよね。で、オフェンスは100にしておきましょう。オフェンス 100にしといて、ロナウドを上げて、いや、オフェンスちょっとね、いや、ちょっとね、オフェンス90、100以上って俺なんか成功するイメージあるんですよね、ロナウドが。なので、ちょっと振らせていただきます。はい、ではここで一回休みます。チュンガバー。ナイス、オッケー。で、ここでロナウド終わっていく。さあ、成功してくれ、頼む。ナイス、ミスパ成功。いや、ハマってるな。待てよ、こんなハマる？の一応そんなにハマるデッキではないはずなんだが、ハマってますね。でここでギだろう。いやこれどうしよう、印象いらねえんだよな。えキューガを変えれば美味しいけど、これはちょっとディフェンスいっときます。いやでも芯増やしてもね、ここね多分きついんですよ。これ芯増やしても多分この後踏めないから、はい増やすか。タイ増やします。スピード行きましょう。で、次、メンタル練習に来てくれたら嬉しい。で、ヒューが使うのもあり。いいか。はい。行きます。はい、OK ですね。もうご練習。で、マリア、いいですね。で、ここで、ロナウド、いいよ。ロナウドね、もうセクニで成功してるのもすごい安心感ある。ありがたい。うわ、マジ。あー、これ、踏みたいなー。すごい踏みたい。踏みたい理由は V3 がいけるんですよ。いい踏めるの熱いな。42% か。通らねえだろうな、多分な。多分通らない。多分通らないが、これはもう勝負してもいいと思う。次、七夕だしね。6、2、8。自分がいつも15回ここで終わらせ、このターン終わったら終わらせる予定なんで、全然終わってる。今16回。じゃあいける。じゃあフィジカル勝負します。42%。半分以上成功です。来た！ナイス！で、ここで V3 を起こせる。オッケー。ちょっと V ワードの獲得率が悪いけども、なんとかしたい。で、声をかける。はい、OK です。いいよ。いいね。待ってるよ。で、9954。いいよ、いいよ。その前、バッチが来ない。バッチが来てくれない。今回、バッチ回なんですよね。今回、バッチ、あ、来た。お、やっぱり、果敢取れるんだ。これ、熱くない？東方学園のキャラって、ヒューガとかも果敢くれないんですよ。南葛高校も、確かくれないよね。なのでね、かなり熱いですよ。熱いと思うんですよね、この果敢は。このバッチ、ワンチャンありですよ。本当に。いや本当になんかコナミの、コナミさんの回し物ではないんですけど、ありだと思う、これは。非常にありだと思う。で、これはね、これはね、これいけるけどね、一回休もっか。一回休みます。チュンガバします。はい、OK でーす。休みます。で、ヒューガ。これは、いや、ネオタイガーだな。ネオタイガー行ってきます。はい、OK。よでここで、テクニック、テクニックいきたい。いやーこれギガ増えるけど、ギガ増えるけど、反町なー、ありがたいんだよな。うん、芯を気にしたら結構熱いけど、まあ、これはテクニックでいいですね。テクニックいってきます。テクニック両方ギガ増えちゃうからいい。しかも芯が残り3回になるからね、ありがたいね。若島津がね全く V ワードくれてるのがちょっと痛いけど、まあなんとかなるでしょう。で、ぶっちぎりも取りたいけど、まあ、とりあえずこれ取っといて、ミスパ取っといて、そうだな、印象使いたいんだけどな。印象ね。はい。では、これでいきたいと思います。テクニックいきましょう。で、反町ありがとう。反町はありがとう。ナイス。はい。いいですね。で、次、猛虎練習何来ますかと。何来ますかというところですが、はい。で、これは回復ですね。回復もらってきます。わたあめ。はい。そして、テクニック、おお、いいですね。いいね、いいね、いいね。これはとりあえずテクいっときますか。そうだよな、ギに変えればね技術乾燥するかもしんないけど、これはねそこまでいかなくていいと思うんだ。そこまでいかなくていいと思う。いやでもいっといた方がいいかな。技術乾燥って熱いよね。うん、技術乾燥熱いと思う、熱いと思う。でもパワーは100、そうだよな、微妙だな。筋力もちょっと欲しいし、でも、できれば、そうなんだよな。できればね、こいつはね、置いときたいんですよ、後に。後に置いときたい。まあ、技術が乾燥するタックではあるのですが、これはちょっとスルーさせてください。右は後で来るはず。それより筋力稼ぎたい。で、この後が右が苦しくなるから、いや、待ってよ。苦しくならんのか。どうしよう、ギを増やすか。ギを増やすか。ギを増やそうか。でもこれタイがいいな。これタイでいく。タイをささっと終わらせていく。
あ、死んでもよかったな。まあいいか。死んでよかった感じがする。まあいい。はい、ではこのまま行きます。このまま行きましょう。テクニック行きまーす。はい、オッケー。で、次メンタル。メンタルに来よう。メンタルに来よう。で、終わっていきますと。で、これは、あの男を捕まえる。切り込み隊長。はい、オッケーですね。うわー、マジ？そう来たか。そう来たならば、一回休むしかないね。一回休みます。チュンガバ。チュンガバ来い。ナイス、オッケー。で、てか、そろそろ沢田くんが終わっていかないとまずいんだよな。で、ここか。ちょっとね、若島津の V ワードもらっていきたい感じはするんだよな。若島津の V ワードもらっていきたい。芯を儀にする。芯を儀にすればいける。芯を儀にすればいけるけども。いや、どうしよう。儀か。微妙なんだよな。起こそうと思えば起こせる。儀で起こせる。起こせるけども、いいや。このままちょっと若島津を見ます。いいです。いやいや。はい、ここはもう V3 モード、獲得しとく、V ワードも獲得しとくということにしておきましょう。アイデヒューが終わってきます。これはさすがに成功でしょう。失敗？マジで？なんで？なんでお前失敗した？マジで？それちょっと辛いなぁ。なんかマジか。そう来たか。そう来ましたか。そう来ちゃいましたか。辛いのが来てましたね。じゃあこれ 16% 通していきます。通していきましょう。通していきまーす。はい、行きましょう。はい、OK、ナイス。で、猛虎練習です。で、メンタルに来てほしい。メンタルに V1、猛虎練習が来てほしい。死闘ディフェンス。で、これで芯が集まるね。芯が。あ、OK、OK、いいよ。V ワード。じゃあこれメンタルいきます。これメンタルいっといて、で、芯が集まる。で、次一回休みたい。次一回休みたいです。次一回休ませてもらえれば、いけるはず。で、沢田が終わっていきます。残り一回。いや、これ、福指か。ごめんなさい。福指ですね。あー、これ、まあいい。まあいい、まあいい。で、ここで一回休みます。てか、いや、ヒューが失敗したの痛いな。ヒューが失敗したの痛いな。はい、これ一回休みまーす。はい。で、タイマン勝負。やっていきましょう。で、849。いやー、マジ？何も来ないじゃん。マジか。これスピードいきたい。ヒューガ、ギオタイ。スピードいける。どうしよう。ギオタイ。あー、これ、これでいくか。でも、タイに変える必要ないから、ギオタイにしときます。いいや。はい、オッケーです。はい、じゃあ、スピードいこっかな。若島津欲しいよな。メンタルもいいなと思ったんですけど、いいや。これ若島津いきます。スピードいきましょう。で、マリア、若島津。どちらかオフェンスに飛ぼう。飛ぼうね。はい、V3 モード。で、若島津剣。はい、ナイス。オフェンスいきまーす。はい、若島津。で、ここでリード骨もらえますね。と、で、沢田残り1回。さあ、早打ちまで成功しようね。で、ここでオフェンス。あ、マジ？マジか。そう来たか。そう来ましたか。そう来ましたか。太陽芯できるぞ。これ太陽芯できるぞ。太陽芯に変えましょう。太陽芯に変えます。太陽芯に変えます。はい、オッケー。で、これで、うん。行き放題。ありがとう。これは、とりあえずパワー上げて、パワー上げてぶっちぎり取って、で、敏捷を使っていきたいのだが、もうこの辺も取っちゃおう。どのみち多分敏捷はね、今回稼ぎすぎてる感じはするんでね、大丈夫だと思う。で、回復も潰しちゃいます。はい、ではこれ、オフェンスいきまーす。いきましょう。はい、で、ヒューガか、沢田。どちらか練習後イベント来てください。で、ここはね、ちょっとね、シーン行きたいね。シーン行きたい。シーン行きたい。行きたくない。はい、オフェンスいきます。いいよ。はい。で、来い。練習後イベント。来いよ。来いよ。来るんやで。はい、ナイス。オフェンス。2回。いいよ。はい。で、ここで、終わっていきます。これは下ですね。あ、ミスター？もしかして、ファーストボール終わってるわ。まあいいや。で、沢田。成功しろ。はい、ナイス。早打ち。ゲット。オフェンスでかいんだよな。踏みたいんだけども、さすがに 99%。で、ここで、どうしようかな。終わらせていくのもありなんだよな。
さっきこれ取っていくか。そうだね。はい、早打ちはちょっと待て。テクニック、振っとこう。はい、どうする？どうする？これね、義に変えれる、真に変えれるんですよ。真に変えれるんですよ。行くか？行くか？いや、でもしょぼいか。しょぼいです。一回休みます。スカウトじゃなくてモブやった言ってた。はい、休みまーす。はい、で、ニッタ終わっていく。さあ、成功しろ。はい、ナイス。ハヤブサゲット。で、ロナウド、ポルトガル語。いいですね。で、アシストで。マジ？マジか。はい、これメンタルきます。沢田。来い、沢田来てくれればいいよ。沢田。まあ、これは最後だしね。V はいいとしても。はい、いいです。メンタルきまーす。はい、沢田くん。さあ来い。練習後イベントね。オフェンスに行こうね。オフェンス。オフェンスに行こう。来ねえのか。来ねえのか。15,028。経験点も出ております。いいですね。いや、マジネオタイガーが痛すぎる。で、これはゲーセン。うん。V ワードもらってまーす。V ワードをしっかりもらってきますね。体を増やしてもしょうがないかもしれないけど、一応もらってきます。お、来た。マジ？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 そんな来た？そんな来ましたか？そんな来たか？そんな来ましたが、これだな。え、待てよ。シーンを一回増やしたい。シーンを一回したい。が、シーンは後で多分できるはずなんだ。後でできるはず。なのでもう、ギーを増やそうか。ギーを増やそうか、こっから。ひたすらギーを増やしていきましょうか。ギー増やしていきましょう。はい。では、まあ、タイに合わせても、どれでも一緒だけど、まあ、ギーを増やしていきます。とりあえずギー増やします。はい、OK です。はい、完走。ありがとう。ありがとう、ありがとう。オール完走ですね。ありがとう。で、ここで、スタミナ振っときますね。とりあえずスタミナ振ります。ちょっと待ってよ。技術を取りたい。技術を取りたい。そうだね。まあ、こんなもんにしときましょうか。はい、これでいきまーす。アイデアオフェンスいきます。ありがとう。で、こいつら銀になるから、まあ、V3 モード使わなくていいし、ニッタ、ロナウド、沢田。どれか来い。どれか来てくれれば OK です。はい、オフェンスいきましょう。さあ来い、誰か来い、誰か来いよ。はい、ナイス、ニッタ、いいね。さあ、ハマっていこう、さあ、ハマっていこう、どんどんハマっていこう。で、ここで、いや、それじゃない、それじゃない。あ、え、マジ、そんな来る、そんな来る、そんな来ちゃう、来ちゃうなら行っちゃおう。スピードもね、一応伝突とかもあるし、まだこれも取らないといけないから、あ、これは取りたくない。これちょっと、スピード回収しとくか。で、スピード回収しときまして、敏捷回収しときまして、これ儀だよね。儀にしといたらいけるから。で、ここでパワードリ使います。はい、ではスピードいきます。さあ、来い。さあ、ロナウド、沸かします。さあ、来い。ロナウド沸かします。はい、ナイス、オフェンス。2回、いいよ。1回じゃないから全然いい。ありがとう。で、ここで体力回復でオフェンスに集まったー、ナイスー、来た、こういうの、こういうの大事だよ。大事だよ、大事だよ。精神以外乾燥してます。なので、取っておこう、取っておこう、取っておこう。で、ちょっと待ってよ。筋力取って、いや、ほんとね。なんでタイガーショット失敗したんだ。タイガーショット失敗したのは痛すぎるな。もう、伝突はね、突破力のコツ欲しいんだよな。もらえれば熱いからね。うん。熱いんだよなー。で、筋力も溢れてるが、シュートレンジのコツももらえそうなんだけどな。スタミナ振ってこ。そうだよな。そうだよな。スタミナはね、まだビハインド。で、技術は、集中力いらない。はい。では、これでいきたいと思います。オフェンス行きましょう。はい。もう一丁。で、次、ここはマリア来なくていい。ここはマリア来なくていい。飛ばすとこないからね。はい。では、オフェンス行きまーす。行きましょう。はい、オッケー。いいよ。すごいハマってる。マジか。マリア来ちゃった。どうしよう。どこに飛ばす？どこに飛ばそう。どこに飛ばす、飛ばすとこねえんだけど。スピード行く？敏捷。敏捷いらないな。スピード行こっか。いや。まあ、一応ね。一応ここで筋力、技術、精神を稼げるんで。はい、スピードを飛ばしておきます。で、ここでマリア、お、いいね。ここ、オフェンス行きたいな。まだ行きたいな。結構熱いからね。熱いタックが続いてる。はい。はい。はいはいはい。はいはいはい、はい。行きます。はい、ドリンク飲んで、オフェンス行きましょう。オフェンス行きまーす。で、ここで、
沢田くん。沢田くん来ようか。沢田くんちょっとスピード連れてってもいい？スピード連れ込もうか。はい、オフェンス行きまーす。行きましょう。はい、沢田来い。沢田。スピード行くよ、スピード。スピード。ナイス。スピード行きまーす。オフェンスでもありだったけどね。まあ、とりあえずスピードに連れ込んどく。ね、ニッター。はい、カウンター。あ、カウンター取ったっけ？まあいいや。はい。で、体力回復ないですね。で、スピード。スピード。来てるね。印象稼げてるね。はい、敏捷稼げてます。ギガ、まあ、あと2回だから終わる。はい、ではスピード行きましょう。スピード行きまーす。はい、スピード敏捷稼げてる。で、誰も飛ばないのはちょっと辛いけど、まあいいです。いいよいいよ。稼げてる。で、いいね。いいね、いいね。で、スピード。いいね。むっちゃ稼げてるね。どうしよう。むっちゃ稼ぎすぎてる。どうしよう。こんな稼いじゃう？ギオ隊に変えたいけど、ギオ隊に変えれないのであれば、これいいや、これ使うか。これ使いますよ。沢田以外死になる。はい、オッケー、いいね、筋力敏捷。やべ、やべえな、やべえな、めっちゃハマってるな。こんなハマる？敏捷どうしよう、もう触れないか、さすがに。え、触れない？そんな触れなかった？触れなかったっけ？まだ触れなかったっけ。はい。あ、まだあるか。この辺あるか。あと16、キャプテンシー。まあ、こんなもんでいきましょう。こんなもんでいきます。で、筋力は、とりあえず、いや、筋力の方が振りたいんだけどな。筋力。いや、シュート力はコツなんかありそうな感じもするんだけどな。そうなんだよな。いやー、どうしよう。どうしよう。迷いますね、これは。これはすごい迷う。なので、では、こういって、あと89だろ。こんな感じでいきましょう。はい、ではこれでいきたいと思います。はい、ではスピードいきますね。で、精神も稼げるのありがたい。で、こいつらオフェンスに飛ばしたいよ。オフェンスに飛ばしていきましょう。で、ここでゴーラーズハイムゲット。で、オフェンス飛ばそう。はい、ナイス。オフェンスいきます。はい、オッケー。あと2回ね、踏むだけなんで多分オフェンスはいけるはずで、ここで技術回収していきます。オッケー、いいよ。で、ディフェンス、そこか。まあ飛ばすか。飛ばしましょう。飛ばして3。アギを飛ばしてあげる。で、ここでパワーシュートも取っちゃいます。で、長距離も取っちゃう。で、野生の嗅覚。で、敏捷を使うものってもうねえんだよな。ディフェンス打っちゃおうかな。精神足んねえな。精神が足らねえかって感じですが、まあとりあえずこれ振っといて。はい、ではこれでいきます。で、ドリンクは飲まないが、ディフェンス行ってオフェンスに飛ばしていこう。新田くんが一人行ってるから、とりあえず、飛ばしていこうか。はい、では、ディフェンス行きます。で、次も終わってきますね。で、マリア、若島津、どっちか飛ぼう。OK、いいよ、オフェンス。あれ？領域終わった？終わったやん。10、終わりました。終了です。終了のお時間です。で、ここでね、オフェンス行くのもありですが、こいつら揃ってない。揃えたいのだが、シーンをタイにしてみるか。でもこれメンタルいったら、いや、ロナウド行きたいんですよ。ロナウドを飛ばしたい。ここはね、体力温存がいい。多分3人なんで、ちょっとね、ドリンク使いたくない。多分体力足らないんで、これメンタルいきます。ロナウド飛んでいこう。で、ここはシーンになって、OK、ロナウド飛んだ。さあ、こっからだ。行きましょう。で、シーンをタイに変えていくんだが、オフェンス、はい、来た。ナイス。オッケー。これをシーンを、タイに変える。はい、来ました。全員一緒。オッケー。来た。それ。めっちゃ大事。来ましたね。精神もっと稼ぎたいんですよね。精神もっと稼ぎたい。でも筋力振るとこねえんだよな。意外性なんだよな。どうしようかな。筋力触れないな。あ、でも筋力はこれぐらいでいいのか。でも溢れちゃうけども、まあとりあえず、まあ、技術は、
そうだな。いや、キープだな。はい、ではこれでいきます。オフェンスいきましょう。はい、いきまーす。で、こいつら精神、真に行きたい。精神稼ぎたい。で、おう、いいよ。それはありがたい。どこも飛ばがなかったの、ありがたい。ありがたい、ありがたい。で、ここで、これはいかないわ。これはいかないわ。これは一回休んでいくわ。これは一回休みます。で、パワーフ、待ってよ。ちょっと金属先取ります。電凸はいい。電凸を取っといて、あ、いけるか。筋力、まあ、あれだから、とりあえず、まあ、これいって、これいっとこう。はい、とりあえずこれでいきます。で、ここで一回休みましょう。一回休みます。で、V3 モードがね、もう発動できるのがありがたい。あ、来ましたね。来ました。でも、ギオシンに変えれる？ギオシンに変えれないか。あ、変えれる。これね、技術より精神が欲しいんですよ。ここね、精神がむちゃくちゃ欲しい。精神が多分足らないんですよね。精神あればディフェンスも振れるし、ありがたいんですよ。で、技術はね、結構稼げてるんですよね。なので、ここは、死んでいきます。いや、もう、ちょっとね、珍しいパターンいきます。これは義用神。義用神に変えます。義用神に変えます。はい、OK。で、V3 モードで死んでいきます。死ん。これはいいよ。はい、死ん。で、オフェンス、ありがとう。うん、精神稼げてるね。ありがとう。で、ここで、オフェンスいきます。オフェンス、あ、待てよ。技術。技術振るぞ。技術振りまーす。ドリブラー取っちゃって、ドリブラー来るか。スルーパス振っちゃって、クロス振っちゃって、PK 振っちゃって、あと10。あと10は、無理か。大一番は後で来るから。はい、いきます。これでいきましょう。はい、では、オフェンスいきます。で、こいつら芯に変わりますね。OK。で、何が来る？どこで来る？あ、これ来た。オフェンス、いやー、オフェンス呼びたいんだけどなー。ワンチャンディフェンス呼ぶのありなんだよな。ディフェンス呼ぶか。技術はね、もういらないと思うんですよ。なので、メンタルかディフェンス。ディフェンス呼びます。いいよ。ディフェンス呼ぼう。ちょっと、特殊なことします。特殊なことさせていただきます。はい。だよな、ディフェンスは来ないもんな。で、これで、フィジカル行くか、こっち行くか。オフェンス来てえな。パワーも上げたいから、パワーはもういらないと思うんだ。で、電凸だろ？うん。で、技術系はもう取っちゃう。いいよ、取っちゃおう。もう終わりっしょ。多分技術系はね、ほぼほぼ終わってるはずなんですよ。来た。これ、めっちゃ来てる。めっちゃ来てますね。めっちゃ来てる。やべえ。で、ここで、ドリンク飲めば多分足りるから、オフェンス行って、オフェンス、ギオ進化きついな。まあいいか。はい、ではオフェンスいきます。オフェンスでこいつらディフェンス飛ばしていきます。ディフェンス飛ばしていこう。ディフェンス飛ばします。さあ来い。ディフェンス。はい、ナイス。いいよ。3回か。行き過ぎだな。で、ここでディフェンス。あ、来ない。あ、来た。太陽神無理か。太陽神無理か。あー、そうか。そう来たか。でも、ヒューガをタイに変えれるから、ヒューガをタイに変えれるので、そうだな、ヒューガをタイに変えれんだよな。ヒューガをタイに変えれるから、で、ここでディフェンス行って、で、若島津、もう一旦これ続けてほしい。もう一旦続けてくんね。もう一旦ここにいてほしい。はい、ディフェンス行きます。はい、行きましょう。若島津、さあ来い。さあ来い。いや、来ないか。惜しいことしたな。V3 次熱かったんだけどな。はい。で、ここでパワー振ってきます。で、筋力はもういらない。で、敏捷が余る。敏捷が余っていく。技術はいらないけど、敏捷を振りたいのだが、もうこれはね、ディフェンス上げてきます。満を持してディフェンス上げてきます。敏捷をね、これのためにちょっと稼いだっていうのが過言ではないんでね。はい。では、これ、もうディフェンスもうちょい上げるね。来た。やべ。こんな上げれる？そうか、テクニックあと1上げ、あ、でもテクニックはね、もう振るものが技術ないから、いけるか。はい、では、これでいきたいと思います。これでいきましょう。これでいきまーす。はい、いきましょう。はい、終わりました。とりあえず2ゴール決めれましたね。やはり果敢なシュートライ強すぎました。ありがたすぎる。マジでありがたい。はい、ここでとりあえずでディフェンス踏んでいきたい、ディフェンス。いやー、ここの方がいいのか？芯で固めれるけど、芯を銀できる。そしたら少しは技術稼げる。でも微妙。太陽銀に変えれる。でもね、どちらかでも敏捷が欲しい感じはするんだよな。
どちらかといえば、あ、でも精神欲しいな。精神がすごい欲しい。精神が欲しい。精神が欲しいのですが、技術はね、ほっといても余るんですよ、多分。精神が欲しい。で、そうなんだな。臨床はね、余る気がするんですよ。でも精神が欲しい。ディフェンスを190まで振りたい。90まで振りたいとなると、結構きついんだよな。精神が欲しい。159、63。こうなるとね、フィジカル行きたいな。筋力余るかもしんないけど、待ってよ。あー、太陽儀に変えるか。太陽儀に変えて、技術、絶対もう筋力いらないんで、こんなに。こんなに筋力はいらないので、芯を儀に変えずに、これを、太陽儀に変えます。太陽儀に変えて、技術もらいつつ、フィジカル行こう。うん、これでいいや。はい、ではフィジカル行きまーす。はい、終了です。はい、ありがとう。いい感じですね。いい感じ、いい感じ。で、お前はどうだっていい。ディフェンス3人集まってほしかったな。はい、で、サクッとピンちゃん行きますね、と。で、最終試合、満点取りたいとこですね。満点取らせていただきたい。で、ディフェンス90まで上がりました。ディフェンス90まで上がって、この後テクニック110までいける。で、チームプレイと、根性と、大一番と、サッカー、無理かな。全部精神取るのは無理ですが、まあまあまあ。精神使わないものは取っちゃってもいいかもしれないかな。はい、ではとりあえずこれでいきます。筋力は溢れますが、まあ許しましょう。はい、いきまーす。はい、終わりました。無事、3点取れましたね。果敢が強すぎる。いやー、ハマったね。ハマりましたね。ひたすらハマってくれました。ありがとうございます。いくらぐらい経験点稼げたんだろう。いやー、ネオタイガー失敗したの痛すぎん？ネオタイガー失敗したの痛すぎんか？いや、マジで痛い。いや、ネオタイガー成功して 35,926。やばかったね。しかも、便車も稼げたのは熱すぎましたね。では、振ってまいります。少々お待ちください。はい、振ってまいりました。ディフェンス110、テクニック102までいけて、根性100、根性の20丸が取れませんでした。あとは、サッカーのの20丸と、まあ、後半変調と、コーチングという形。もう、基礎値は全部触れた。まさかまさかのね、バッチ思想会でハマりまくりました。はい、今回はこれで終わらせていただきます。いやー、110デッキならね、もっと伸びたかもしんない。ちょっと悔しいな。バッチでね、作りやすいよっていうのを見せたかったんですけども、XS のいくらまでいった？はい、XS4 ということで、爆誕しました。ありがとうございます。歴代上位乗ったんじゃないかな？結構上位入ったんじゃない？いやー、ここまでいったか。いや、まさかまさかの110デッキじゃなくてもここまで行きました。ありがとうございます。ディフェンス100は熱すぎる。はい、大更新です。で、歴代7位ということで、本日は終わらせていただきます。ご視聴ありがとうございました。こちらの動画良かったなと思う方はグッドボタン、そしてチャンネル登録よろしくお願いいたします。ではまた次の動画でお会いいたしましょう。ベタでした。さよならー。